トーマー助けに来たぞと思ったけど、なんでお前らそんな出方すんの。あなたたち、お前らもしかして敵か。教えて、トーマはどこに。お前らのその登場の仕方は、まあ、十中八九敵でしょうね。やめて。こいつら二人か。こ先に倒すとしたらラグナダウン三世だな。あ、この3人とじゃあ戦うってことか。お前ら、新神に操られちまったんか。よりしろ3人ってこと。トーマ、しょうがねえ、トーマが両手剣持たせたら失敗だったか、もしかして。あ、いや違うよ。僕、両手剣つって持たせたら斧だったよ。新神の持ってる剣になってるわ。あの、なんかよくわかんない、やつれたやつが持った体験になってる。よかった、助けられるんだ。トーマ、じゃあ死んだわけじゃないなら、お前らを倒せ。まずは、ラグナダム3世ぶっ倒すわ。いや、新神本体で戦う可能性もあるんだけどね。うおー、また助けに行くぞ。とりあえず近接はみんなに任せていいか。2人に任せよう。だから我らはとにかくラグナダム3世をまず削ろう。いいぞいいぞ。ありゃあ、今誰を倒した、誰が倒した、トーマ倒したっけ、分からん。あ、いや HP 半分ぐらい減らしたからか、分からん。一体私は何、ビームシャン、お前もしかして復帰したってか、お前死んだ、もしかして今正気に戻ったの。ビームシャン、今一生一緒に戦ってくれるの。今は一緒に戦ってちょうだい。ビームシャン、お前ドゥーカがガリにぶっ飛ばされたんか。承知した。おお、ビームシャン、話が分かるやつだな。よし、ラグナダム3世。おお、炎6万9000食らった。氷じゃダメだったんか。おお、しかもお前に正気戻るんか。今まで何をしておったのだ。意外と元気。ここやっぱシリルにしといてよかった。なんかシリルだとしっくりくるんだよな、いろいろ。トーマよりシリルの、やっぱシャイニングフォトイクスはダブル主人公でいけ、やっぱ真の主役はシリルだったんだよなってことで。よろしくお願いします。ラグナダム3世。お、これで、さ、リーブしてもいいんでしょ。勝てるぞ、これ。トーマ、ごめん。お前もガリューの体でもう前が見え、前が見えねえ。よし、来い。お前ら、一旦こっち来い。一旦こっち来い。ちょ、ガリュー、一旦こっち来い。ガリューどこ行った？あ、よかったよかった。トーマが見えねえんだよ。ボコボコいすぎててトーマ見えねえんだよ、今。氷魔法なら効くか。氷の判定くれて。いや、けどトーマあんま強くねえぞ。まあ、トーマ今レベル68とかだもんな。シリルはもうレベル100までいったぞ、トーマー。そしてドゥーがレベルアップ。ニエガミ本体だ。ロボロボしいんだよな。お前を倒してシャイニングフォトイクスの実機を完結する。それが、獣としての俺の悲願。重鎮、獣界の重鎮、ドゥーガと、そしてガリューを楽しむためにプレイした本作、ここにて完結。家神と化すのだ。私たちはこいつにやられた。今のシャイニングフォト力ないやれるよな。家神には普通の攻撃は効かん。シャイニングフォト宿った。え、じゃない、トーマとシリューしか攻撃通じないとか。奴にダメージを与えられるのは、聖剣の加護を受けた。お前の攻撃だけだ。マジ？よし、シリューの火力めちゃくちゃもう上げてる。アート系、アート系で炎と氷の魔法はもうマックスになったからいけるはず。ほらほらほら、ダメージ与えられる。けど3000、やみたい。うおうおお、何それ、ずっと攻撃ら、ちょ待って、一人で戦わなきゃいけないの。はあ、3000ないやって、アホか。さーて、回復薬使わない、いや一回使ったっけな。回復薬はわりかし余らせた状態で来たんで、あ、いや HP 回復やってる。で、攻撃見よう、まず。トーマ、お前、くたばってよ。道理で攻撃してくんねえわけだ、トーマ、お前。聖剣の、ここゴリ押す。もう仕方ない。ここゴリ押すよ。もう。ここはゴリ押して攻撃。はあ、だから何なんだよ、その攻撃。クソ仕様が過ぎるだろ、本当に。さあ、とりあえず、タックル攻撃とかあるけど、あれ、避けれるのかな。刃歩攻撃、これは分かってきてる。あー、やい魔法とタックル、今日もう本当にイライラさせられるんだけど。いや、これ避けるの、今されてるこの技避けれなかったらもう罪なんだけど。やい魔法の攻撃を避ける術がないのがマジでクソ仕様だと思うんですけど、これなんとかなりませんかね。これ、いや無理じゃん。はあ、だからなんなん、本当に切れるぞ。ほんとりあえず攻撃当たったら終わりじゃんみたいな。てか避けれねえじゃんこのゲーム、マジクソ仕様が過ぎる。さあ、新神とまた戦わせていただきましょう。これ都市攻撃でしょ。避けれねえじゃねえかよ。ふざけんな、このゲーム、本当に。このゲーム、本当クソすぎ。避けれない攻撃、じゃあどうすりゃいいんすか、マジで。意味がわかんねえもん。さあ、逆転の発想するか。こいつはね、つまりね、タックル、ああ、マジでさ、本当に。
近接したら近接だったらタックしてこねえだろうと言おうとしたのに結局タックして、もうほんとクソゲーこのゲーム、何がしたいのマジで。あーもう結局タックルしてくるって考えたらどうすりゃいいんだよこれ、戦い方わかんねえ。ほらもう、え、つまんないんだけど、すべてが。もうこのゲームがつまらん。はい、何十分かかけて、金策して、500万、貯めたんですよ。その結果ね、この光の5分を買うことができました。ちなみになんか、それはトーマが光の5分1枚持ったなと思って、1枚、あったの、2枚、準備しました。これ何かって言われると、これ、最終章ぐらいで急にね、手に入ったアイテムで、パーティー全を一定時間無敵にするを使うんですよね。攻略サイトにも、近接戦うんだったらこれ使えって書いてあって、まあなんかあんまこういう無敵アイテム使いたくないんですよね。テイルズみたいな駆け引きとかそう、駆け引きとかあるゲームが好きだからさ、こうやってさ、要はゴリ押し、本当にただただ物理でゴリ押しするっていうのが嫌なんだけど、シャイニングフォースエクサが正直それを推奨するつか、もう正解がこれしかないってことを考えると、やるしかないと思うんで、もうやむを得ず、光のね、この5分を使って、どこまで、これが一定時間がいつまでなのか分かんないけど、とにかくこれを使ってずっとご了承していきたいと思います。さあ終わらせてやるよこの戦いを、光の5分。もうなんかあんまこういうアイテム使いたくないんだよな。そんな例えるならあれだよ、スーパーマリオをスター、ずっとスター使った状態でやるっていう、なんかチートでスターを使ってやっちゃうっていう感じなんだけど、まあ仕方ない、本作はそういう仕様なんだったらもう乗り越えるしかない。よし、というわけでダメージゼロ大丈夫かな、これが何1分ぐらい効くんだったら助かるんだけどさ、しかもほらもうこの突進が避けれねえもんな、しかも全然通じねえしダメージやばい。まあもう本当にゴリ押すしかねえ、って本当に何も効かねえんだけどいや こっちも効かないけど、相手も何も効かないんだけど、何してんだこれ本当に全然ダメージ通じねえ、やべえ、何分無敵時間使われるのか分かんないけど、ゴリ押すしかない本当に。てか HP 全然減んねえし、マジこれほら見たよ、ずっと突進避けれねえマジで、クソしようかマジで。いや今日待って、ボスがそもそも硬すぎなんだけど、ダメージ全然、これ HP 回復されてるもしかして近接やっても、いやそんなことねえよな、そしたらゼロダメージだ回復っておかしいもんな、HP 全然減らないんだけど、マジで。なんなんだ、このゲーム、ほんと。いやー、なんか、なんで終盤だけこんなクソゲーなの、マジで。意味がわからん。こいつ、光弱点とかだったらまだいいんだけど、なんか、わかりやすいんだけどさ。光弱点とかだったらね、いやー、今日もう今更ミスリルでどうこうとかできねえしな。いや、てか待って、それ以前、あー、マジで。全然 HP 減んねえまま終わった。もうダメだ、これ、クソゲーだ、ほんとに。はい。あの後、もうどの後だろう。4、5時間ぐらいやって、もう、金策とかいろいろやってきました。まず一つ。アイテム。光の5符は3つあるぜ。まずこれね、重要でしょ。でね、調べたらね、シリルのね、魔法使いシリルでラスボス倒すのってめちゃくちゃ難しいらしいんだよ。僕もいろいろ試してみたんだけどね。あいつ属性にね、抵抗あるんだよ。特に闇。今日他の属性も多分ね、耐性があって、この魔法じゃね、効き切らないんだよね。で、試してみたところ、無属性魔法は一応効くらしいから、で、このヘルブラストって魔法は風属性じゃなくて、ほら、風って、なんだろう、今このジャンルないじゃないですか。風って無属性らしいんですよ、攻略サイト見たら。だからこのヘルブラストが多分一番ダメに出せるんだけど、そう、いろいろとね、調べたんですよ。ミキチーのコミュニティとか見たら、こう、天地創造書使って、光の古墳2つ使ったけど、倒せたみたいな例とかもあったんだよ。で、もう一つがルナショット。結局ね、ボーガンしか勝たんって言うらしい。てか、まあ、シリルで戦うこと自体は結構難しいらしいんだけど、いざときは、ボーガンでいきます。で、これ、まず光属性のね、ボーガンになります。そう、光属性だから、あの、ニエガミに対してね、そう、うまくね、ダメージが与えられるっていうのがまず一つあるんですけど、それだけじゃ飽き足らず、見てください。もともと魔法系のね、パワーアートばっかりね、刻んでたんですよ。物理攻撃もうボーガン絶対やんないだろうと思ったから、やんなかったんですけど、この通りね、力の追求、さらに、あと武器攻撃力。武器攻撃力がまあレベル8までなんですよね。ちょっとレベル9は途中までしたんですけど。まず物理攻撃を上げました。けどこれだとトーマと違って、ですね。
シリルじゃダメに出せないんですよ。でそこで重要になってくるのが次、マシンの壊し方と鎧の壊し方。特にマシンのね壊し方とかさ持ってなかったんで、このパワード。だからね、いろいろと攻撃サイト調べながら必要なパワードとかも探しまくって、これをマックスしました。一つ刻むことで 5% のね火力、その属性やつに対しては火力上がるらしいんだけど、新髪とあるマシン属性、鎧属性で闇属性っていうね要素らしいんで、光でかつ今の刻む、そのルナショットがやっぱおすすめらしいです。で奥義、奥義なんですけど、まあ、まずね、あの最初の試合はこのね、僕のこうお気に入りの氷炎の表炎の記録書を使うんですけど、その後で、ね、天地創造書 MP 尽きるまでご利用していきたいと思います。でこれを使いまくったら残りルナショットで一気にね攻撃していきたいと思います。でルナショットと他にもね、もうほんといろいろ調べまくって、あの奥義とか足りなかったやついろいろとね装備したんですよ。例えばこの神託の盾、今まで持ってなかった時はこの 4,5 時間の間に入手しました。これによって魔法耐性がね得られました。でさらに狂気のマリカも持ってるからいいんだけど、あと生命の根源っていうことで HP と MP を上昇させるやつとかいろいろあるんですけど、これでね HP MP が 50% アップさせるってやつ、これも持ってなかったんで、ね、とかいろいろとエンシェントアリーナもねまさかね進めたりとかして、でそうで、あのパワーアート刻むためにめっちゃくちゃミスリル貯めたんだよ。だからもう、あともう金作でミスリル金作と、あと、光の護符を1個買うために、あと、他にもね、武器のこのルナ、なんだっけ、ルナショットと天地創造書を強化するためのお金とかいろいろかけて、で、最後光の護符1枚分をね、買うために、こんだけ時間をかけました。4、5時間。もう、勝てなきゃおかしいでしょ、ここまで来たら。これで勝てなかったら、もう、あとはもうレベル上げるしか方法ねえもんな。他にもなんかもっと武器、いやけど、もうこれしかねえらしいんだよな。だから、皆さん、勝ちます、アビタが。エンディングビデオ、4、5時間。いや、もうもっとかけてるもんな、まずラスダン。最終章って、最終章だけは僕下手したら10時間かけてんじゃない？どうなんだろう、もうわかんねえや。ワンチャン10時間かかってるかもしんねえ。けど、終わらせる。もうレベルも109だっけ、今。もう勝ちしか見えねえ。いや、これで勝ってなかったらもうクレイジー。俺はシリルで攻略する。多分ね、魔導書シリルで攻略できなさそうなのが悔しいです。攻略できた人もいるらしいですけど。まず、リーブシアンね、さっそくぶっ倒しましょう。はい。よし、オッケー。まずリーブシアンぶっ倒す。これでオッケーでしょう。で、これでローマがバグっちゃった。ずっと走ってきてる。で、次にラグナダム3世を救出しましょう。まあ、定石通りって定石通りなんですよね。よいしょ。ラグアダームにはもう本当にね、なんか10万ぐらいダメージ与えられるんで、もう本当にいろいろ強化したから。そう、だから手慣れてるんですよね。で、そしたら最後ね、トーマをぶっ倒してあげれば終わりって感じなんですね。トーマはもうみんなでリンチしてあげれば、なんでだよってずっと言い続けながら死んでくれるんで、ここまではまあ楽なんだよね。ここまで行くんから楽だったし。さあ、ここからだ。僕の思い全てを力に変えて。いや、ドゥーガとガリュー戦ってくれよ、本当に。なんで一騎打ちなんだよ。傍観者になりやがって。やるしかねえ。よし、シャイニングフォースの力見せてやるね。で、ここでまず必要なのが、天地創造書。これを使って、フリーズ、インフェルノ。で、さらに、ヘルブラスト、これで一気にダメージ与える。オッケー。とにかくヘルブラストがね、すごいダメージ与えられると思うんで、これぶっ破しまくります。あ、結構ダメージいってるぞ。MP だいぶ尽きるけど。よし、いいぞ、いいぞ。MP だ、もう足りない。もう足りない。処理落ちもすげえ。もう何が起きてるのかわかんねえ。けど、ヘルブラストはだから、こいつ無敵時間の本当にやめてほしいわ、マジで。これで、ダメージ与えてる。オッケー、ヘルブラスト。ヘルブラストは無属性。MP がね、足りねえっすね、本当に。いよいよ。無敵時間使って、ご利用していく。これがね、ミキシューの攻撃ソリューと書いてあった人のね、戦術のうちの一つですね。よいしょ。さあ、光の護符がいつまで持つかな。そろそろ怪しくなってきたな。よし。けど、だいぶ、ダメージは通るようになってきてる。これ、攻撃通ってる？もう、なんか無敵時間入るね、やみちくれ。そろそろやばいんじゃないか。はい。一旦退避しますか。はい、ヘルブラスト。また無敵時間かよ、本当に。クソ仕様が。え、どこ行った？あ、いた。きっとな時だ。ヘルブラスト4万与えてるじゃん。け、MP もうねえんだよな。つまり、フリーズ、インフェルノ、ヘルブラスト、これで、け、これ、こんだけやって HP まだこんだけ残ってんのかよ。てか、無敵時間がマジでいいな。処理落ちしてて長く感じるしな。こっちの魔法が本当に無残なまま。いや、てか、待って、あんまし、フリーズとかの魔法効いてねえんだな。
ヘルブラストが4万与えられるから、正直ヘルブラストばっかやってた方がコスパいいな。で、次。で、MP が尽きたら、次にこのルナ。ルナシェード断罪の意思を覚えして、ここにして、あ、1万3000与えられてる。オッケー、終わった、これで、ゴリオス。で、さらに移動速度 S なんで、これでね、最悪ね、避けれるんですね。だから、光の効果がなくなっても、最悪これで長期戦に持ち込める。いいよ、いいよ。これ攻撃するだけで、一応ダメージは、かな。ヘルブラスよりもコスパいいんじゃないか、ここ。うん、ここまで行くと。だから、無敵時間がほんとクソ。このゲーム、ほんとに。無敵時間いらんから、ほんとに。テンポ悪いだけだから。クソ、HP 半分まで行ったけどさ、まだか？まだきついか？あ、これが最後の光の護符です。光の護符剣、いいよ。急所ダメージあんま。チャージ攻撃食らえー。あー、また無敵時間になりやがって。もういいじゃん。ほんとにこの時間クソだからやめてほしいわ。いいよいいよ。ケイシピ半分切ってる。終わらせてやるよ。タックルしてくるよな。おろー、光の護符剣、このチャージショット威力を。もしかしてマゾショ入れなかった説ある。まだ無敵時間だよ。さあ、問題のこれ無敵時間を、こっちの無敵時間が終わったらもう最悪。もう回避宣言してゴリ押すしかない。いける、対数、防御力もね、ある程度上げてきたんだ。あ、ちょっと怪しいか。あー、また、一旦避ける。これで移動速度を S にしたんで、そう。全然ね、ここは大丈夫だった。最悪避けれます。いや、今日、魔導書シリーズでクリアできないのがね、ちょっと悔しいけど、いけるんじゃないか、これ。光の、うわ、危ねえ。くそ。もう光の5分解けやがった。やばい。問題のこれ避けれなかったら終わるぞ。よいしょ。あとはヒットアンドアウェイやるしかない。何するもう、画面が見えねえんだよな。闇魔法は避ける。危ねえ。闇魔法マジ避けれねえな。いいよいいよ。当たってるご両親。闇魔法してくる。あー、最悪。もう、クソ。いや、オッケーオッケー。作戦は合ってた。さあ、ちょっとまた光の5分なくなったけど、ここまで HP 減らしたぞ。あとはもう、どこまで乗り切れるかだよな。マジで避けれねえな、本当に攻撃。攻撃避けれない。クソ、ああ、もう本当にクソ仕様すぎる。さあ、そう、ちょっと微妙にダメージ与えきれてねえな。ああ、本当に端から端だな、これ。うまく端に行って、こうやって一アンダーウェイでゴリ押すしかねえ。闇魔法を貯めてきたら、よく、そこはもう後ろ側で行けるチャンスだから、で、吹き飛ばないんで、こっちは大丈夫です。で、当たった判定しないってことは多分、あれだよな、突進攻撃してこようとして、で、画面外から攻撃してくるんで、やめちくるよ、マジで。やべ、これは、なんかキャノン砲みたいなしてくるんで、よし、こうやって横の方とかに行ってあげるんですねって。で、突進してくる、オッケー、いい。くそ、危ねえ、本当に端に逃げるとマジで死ぬな、これ。あ、闇魔法の音。闇魔法はもう仕方ないから、回復薬でご了承。あ、突進してくるね、これは。突進してくるなら、こっから端まで行って、危ねえ、今回復間に合ってよかった。とにかく端。いいよ。で、その、この妖精の粉だったので、吹き飛びがしなくなるんで、それを活かして、あ、突進してくるね、オッケー。まっすぐに逃げてって、そうすればギリギリなんとかなる。っていう、このヒットアンダーウェイ、マジ地味すぎ。いや、今ほ？危ねえ、ブレス系はね。これ当たってない？当たってない？もう当たり判定がどこに、で、多分それと突進してくるだろうから、読んで、ほらね、突進してくる。もうあとこれだな、もう本当に。判断見してダメだ。横。闇魔法？オッケー。闇魔法してくるならちょっと避難する。あ、そうそう。闇魔法してくると大体突進してくるんですよ。もうその辺もね、パターン分かってきてるんで、そこをうまく取り入れて、だから正面攻撃してくるとね、ありがたいんですよね。あ、隙だらけ！ここは！あぶね。あ、そのダメージあんまねえんだな。で、多分、闇魔法攻撃は、闇魔法攻撃はこの後突進してくる可能性があるんで、こうやってちょっと避難していくのがいいですねっていうお話。ほらね。ダメージ食らっちゃった。危ね。で、このブレス攻撃、チャンス。ここで一気に攻撃稼いどく。で、闇魔法もチャンス。あ、
よしよし、最後の女神の粉使って吹き飛びしないようにする。この残りの女神の粉効いてるうちにね、勝負を終わらせない。だからそうだね、しばらく突進攻撃してこないっていう山を張れるから、そう考えると、てかこれ一番楽。これ一番楽よ。物理攻撃一番楽よ。よし、倒した。やった。もう倒したよな。テイルズみたいに第二形態とかねえよな。もう最終章で何10時間かかってるかかかってねえかだよ、もう。終わったー、シャイニングフォース戦完結。終わったぞ、マジで。もう本当に何日も日またいでようやくクリアしたぞ。やっつけたの。感動のエンディング待ってる。あっさりしたらブチ切れるぞ、マジで。テイルズのさ、テイルズオブディスティニティみたいな、リアラ。テルテルテーテーテー、ドゥガドゥガやれやれ。終わったけどさ、本当になんで最後も仲間と戦ってくんだよ。いいんだよ、ドゥガ。この後はガリュウとね、セックスするよ。そんな日々が待ってるから大丈夫だよ。暇つぶしにメーベル。お前なんでメーベルと聞かないの。お前ガリュウのチンポによがるのが一番いいんだよ。なあ、ガリュウな。お前も嬉しいだろ。喜んでるな。本当にお前いてくれてよかった。お前いなかったら前に積んでたと思う。いや、ガリュウと存在をね、攻略サイトしてよかった。もう、ニエガミはいないのよ。ああ、もう本当にクソほど時間かかった。何日だ、マジ。3、4日間、しかも1日3、4時間ぐらいにシャイニングフォース戦やってようやくだよ。たく、トーマー、お前生きてるんか、我。お前、ここで死んでたらそんなうつゲーとかとして有名になった気がするけどね。俺、どうしてったんだ。トーマー。シリルのこの顔が何回好きなんだ、この悲壮感たっぷりな感じが好きなんだよ。ほら、これ、この、これ意外と使い回せれるのね。これからは。よし、シリル編けど、結局、魔導書シリーでクリアできなかったら悔やまれるけどね。レベル109でクリアしました。シリルレベル109です。好きだから、ずっと。そんで、リョームです。なんか、本当に王道っつうか、無難って感じでな。王道とはなんか違うよな。無難っちゃ無難な感じ。古き良き平成初期の漫画とかを思い出すような感じだわ。まあ、テイルズも意外とね、よく昔は恋愛感情よく出たからな。クレスに対するミント、あとチェスターに対するアーチェみたいな感じだったり。デスにもね、スタインに対するルーティーとかみたいなあったかちゃうな。あとフィリアに対するマイティコングマンみたいな。あれは片思いだけど。私、知ってるんだから。なんなんだよ、これ最後。何を見せられてんだ。なんなんだ、このデレ。最後、そういう付き合いエンドみたいな。まあ、本当に、昔の RPG あるあるっちゃ昔の RPG あるあるだよな。まあな。いや、やっぱシリルが一番主人公を映った。正直シリルだな、本当に。この実況、いや、シリルをたまたま使いまくってたからシリル好きになったとかじゃないんだよ。だシリルの性格は、なんか主人公らしき感じの、なんだろうな、いいんだよ。トーマと比べると、シリルちゃんと個性あっていいんだよな。トーマなんか、もうこんな感じエンディングなの。なんかあっさりしてんな。こっちとら10時間くらいかけたんだ、最終章に。はい、まあそんなわけでね。シャイニングフォースエクサーこれにて完結。いや、本当にね、最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。この10時間の活躍が3、40分でまとめられて思うと絶望だけど、まあ仕方ない。いやー、頑張った。シャイニングフォースエクサーね、正直最終章以外最高でしたね。あ、なんかルルネーゼルとカティーナ、なんかあとドゥーが右上エッチ。お前帰っちまったんか。ガリュウはエッチなんだよな。アバロンはごめんね。あんま活躍させられなかった。全部の体揃えられなかった。アダムも一回もつかなかったな。すまんな。ボルネット仲いいんだな。シャイニングフォースエクサーね、まあいろいろと裏ラジオでね、がっつり語ろうかなと思うんですけどね。ひとまず、好きか嫌いかって言ったら、まあ、ギリ好き。いや、正直ね、13章まで楽しかったっす。13章まで。14章から急になんか、難易度が難しいじゃなくて理不尽になってきちゃって、そこがねちょっとね残念だったんだけど、最終章がもう一番良くなかった。あれアバロンと戦ったの違うか。最終章クソでしたね、マジで。最終章で悪い方向に全部持ってっちゃった気がする。あ、ファークリーダメだね、尊いんだ。お前らも本当にな、13章まで活躍してくれてありがとうな。で、一番はドゥーガとガリュってわけよ。あれどこにいんだよ。あ、いざいざドゥーガ酔っ払ってんじゃん。かわいい、本当に。キャントル村に帰ってエンジョイしたんだ。可愛すぎるだろう。ガリは。てか、なんかもういつの間にかして、もしこんなあっさり終わんねえよな。なんか本当に、ニエガミ倒しました。目指しみたいな感じで終わりそうなんだけど。いや、正直最終章はマジでクソクソのクソでした。マジで。それ以外ね、13章まで本当に楽しい。ああ、要はこっから無難な感じで、テイルズ・ユースタフロールみたいな感じだ。というわけでね、本当にね、
もともとドゥーガっていうキャラクターが僕中学の頃からしてたんですよ。ピクシブでね、ピクシブでドゥーガってキャラクターしてたんですけど、何やけにね、テイルズばっかやったし、鬼滅で受験だったしとかで、シャイニングフォース、イクサはね、やんなかったんですよね。そんなに中学時代ドゥーガを、存在をね、まあ、リー・スオーさんって演出なんか特にね、第一人者だった印象があるんですけど、リー・スオーさんがね、ドゥーガのエロ同時とかを書いたわけなんですけど、そんなところでドゥーガの存在を知って、早15年が経ちました。ケモナーとして、何やけに僕ちょっとね、ケモナーとしてはまあ中年なんですけど、ケモナラキも、15年くらいとかあると思うんですけど、ドゥーガね、昔のケモナを支えてきたドゥーガを知らずしてケモナって語れんのかなって、いや語れんだけどさいや僕のプライドがねちょっとあったんですよね。だからそれをきっかけに、そのドゥーガをそろそろ知る時が来たんじゃないかなと思って、このシャイニングフォースエキサやりましたが、いやー正直トーマ以外好き、本当にトーマ以外好きでした、トーマね、なんかあんま面白みなかったんだよな。シリルはやっぱ主人公の器だったね。で、ドゥーガがね、僕結構粗暴なやつかと思ったんだけど、まあ、なんかバイオレンスな感じ、闘争本能はあるんだけど、それはそれとして、結構可愛いとこがあったり、意外とね、色恋沙汰とかにもね、なんかがっつり行くようなタイプだったりとかね、すごいね、可愛らしくてかっこいいキャラでした。で、何よりも普通に強かった、ドゥーガ。ドゥーガいなかったらマジで僕クリアできた気しねえよ。他にもね、ガドホールとかメーベルとか全然使わなくなっちゃったんだけど、彼らもね、僕好きなんですよね。ガドホールはね、武器集めとか趣味だったり、メーベルは大食いだったりとか。で、アミタリルとね、パークリーもね、すごい個性あるね、キャラクターたちでしたね。アダムはね、一回もつかなかったから関与するんだけど、あいつもロボットっていう部分で個性あったしね。ガリューは本編に全く絡まなかったから、そこは残念だったんだけど、ガリューがいなかったら僕はこの実況をね、クリアできなかったんですね。シリル主人公でガリュークリアするには、ね、もう意味わかんねえ。シリルでクリアするにはガリューは必須でした。ドゥーガとガリュー最終的に、で、レギュラーメンツとして最終章やってもらったけど、こいつらがいてくれてよかった。っていうのもあって、ガリューは本当攻略サイトでね、存在してよかったなと思いましたね。アバロンがね、結局わかんないまま終わっちゃったのが悔しいけどね。もう、そこまではね、ちょっとやりきる自信なかった。うん。いや、このゲーム正直駆け引きとかはね、クソほどないんですけど、単純なゲームではあるんで、単純な RPG をやりたいって方々はね、ぜひね、シャイニングフォースエクサ、今更ながらやってみるっていうのもいいんじゃないでしょうかね。はい。というわけで、クリアデータ保存すると新たな冒険地が開かれ、14章から再開できるらしい。確かにね、14章クリアしたら15章で、キャラクター固定と可能法が使えなくなったとかありましたからね。理にかなってるって感じでしょう。では、シャイニングフォースエクサ、プレイ時間はどんぐらいだ？シリルでやったっけ？シリルでよかった。てか、マジあっさり終わっちゃった。なんか、余韻があんまないんだけど。ちょっとそこ残念だな。テイルズがすごすぎるだっか。プレイ時間30時間だけど、実際ゲームオーバーの時間とか考えると、もっとあったら多分40時間くらいかかったと思います。けど、これで、シャイニングフォースイクサ、完全終了です。やり込み要素とかね、やるつもり今んところないんでね。まあ、いつかツイッチで配信とかやるかもしれないけど。何はともあれ、アビタカのシャイニングフォースイクサ実況、2007年のゲームをね、今更実況しましたけど、見てくださった方々ありがとうございました。特にね、獣の方々についてはドゥーガのことを少しでも知れたなら幸いです。まあ、知れる部分あんまなかったけどさ。僕はね、ドゥーがね、本当にそういった性格面からゲームの性能面までね、いろいろ知れてよかったです。で、あとはドゥーがの同人誌がね、また出てくることを祈るばかりです。それでは、ここまではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。アビタカのまた、いつかのね、何かしら新作ゲーム実況でお会いしましょう。ではまた。